Time was this was our town. One heist gone bad, now we're hiding, biding our time. The guild, a shadow of what it used to be. It's a tough time to be a thief in Abar's Landing. But this is where fortunes are made. Learn quick, and nothing will be out of your reach. Rebuilding the guild is the only way. Need to bide our time, and then strike. This was our town. And so it will be again. ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。今回もエルダースクロールズオンライン盗賊ギルドの続きの方をやっていきましょう。前回あれでしたね、アルゴニアンの静かに歩むもの、彼がね、まあ昔ね、仲の良かった友達、と決別する、まあ忘れてもらうために、まあ思い出の品をちょっと盗んでこようよと、まあ、いうことで言ったんですけど、友達では、まあなかった。まあ相手は、ね、静かに歩むものをペットとして、まあアルゴニアンはもうちょっと見た目トカゲみたいなものですからね。まあペットとして、まあ大事にね、まあ愛してはいた。ただね、やっぱりペットとして思われてるってね、思われてるって知ったときに、それは衝撃でしょうね、友達から。かわいそうすぎる、ちょっと。まあちょっと、そのあたりの話も今後ね、まあ多分、クエストとして、まあ、静かに歩むもののクエストとして、まあ、続いていくでしょうから、まあどうなるのか、皆さんと、まあちょっと見守っていこうかなと、思ってます。というわけで、今日も、やっていきましょうか。まずはファレンダーから、ね、潜入というか強奪、盗賊ギルドは強奪の仕事の手がかりを探るためにこの掲示板を使用している、板の摩耗はこの仕事の浮き沈みの激しさを物語っている。今日のリストを確認しよう。虚空の広間で押収されたデイドラの偶像に関して特別な要求があり急ぐ必要がある。買い手たちが金貨を手に持っているが、素早くかつ静かに仕事を済まさなければ偶像を失うことになる。なるほど。新たな情報が興味をそそったか？場所を知ってる。そうだといえば、今日は我々皆がもう少しだけ金持ちになれる。なるほど。虚空の広間とは不吉だな。出発する前にそれについて教えてくれないか？肥大化した古いデイドラの祠さ。個人の秘密を重んじる者たちが常に出入りしている、そこをねぐらとしている者以外は何も心配することはないと思うぞ。なるほど、安心した。よし、そこへ向かおう。とりあえず盗賊ギルドの方はもう見つかってはいけないっていうのが一番だね。見つかるとまあ持ち時間が減ってしまう。ああなるほどね。あれだ、ドレモラの、ドレモラじゃねえや、デイドラの、洞窟だね完全に。よし、じゃあ行きましょうか。
あんまりのんびりはしていない、しててはいけないけれども、急ぎすぎてもいけないなと。知らないぞ。いるね。向こうにありますな。あるよ。マークが出てますよ。うっ！痛い。取れんじゃないの今。今取れんじゃないの。はい。はい。危ない。取れたね。よし。取れました。1個目。2個目、ここだと。場所が分かってるのは、これは、ありがたいね。おっと、来るな、これ。来るな。どこまで来るのか、みたいなのがありますよ。あ、そこまでなんだ。なるほど。モールボーンの氷結の魔術師。あそこでやり過ごすんだな。なるほど。ってことは、これはもう一旦待たなきゃだね。いけないか。どこまで行くかによるんだよな、これ。隠れれる場所が、ここにあるじゃない。そして、行けたわ。よかった、待たなくて、あそこで。あれだな。行けないか。ちょっと、あれ？ランタン持ってるよ。来るね、来るね。うわ、ちょっと。あいつはでもあそこまでなんだ。なるほど。これは？なんかあるぞ。ここに隠し通路。今のうちじゃないの。あの人が向こう行ってる間にこれだ。はい。二つ目行けました。三つ目向こう。ういー、なるほど。どこまで来るの？入り口までか。うじゅ、来る！えっと、あ、やばい！やばい、3分、あと3分。ただこの道は開いたぞ。はい。なんで？あー、もう、なんてタイミングで来んだ。あいつどこまで来んだろう。そこまでか。2分ね。取ってこの道使って帰ればいけんのかな。嘘でしょ。ここでやり過ごすのか。なるほど。早くしてくれ。ここであんまり時間をかけてられないぞ。そこにいるな。そこにもいる。ここにもいる。
と動くんだ。あいつだな、問題は。あいつが抜いたらいけそうだ。早くしてくれ。あと1分半しかない。帰り間に合わないな、これは。あ、ちょっ、大丈夫大丈夫、セーフだった。はい、ほい、急げ急げ急げ、プッ、タイミング的にはいいよ、タイミング的にはいいよ、タイミング的にはいいよ、いけるんじゃないか。あと1分。くそ。ふっ。うまくいった。いった。いった。ああ、見つかった。なあ、もう少しだったのに。いやあ、そこダッシュしなければな、途切れなかったのに。すべての仕事が計画通り進むわけではないが。あれ、来てたか。帰りなさいよ。いやあ、惜しかったな。すべての仕事が計画通り進むわけではないが、かといって尻尾を巻いて逃げなければならないわけではない。いや、まだ全然30秒ぐらいあったからさ。お前は品を手に入れた。ファレンダーはすぐに別の買い手を嗅ぎつけるだろう。あそこ急がなくてよかったんだよな。いや、面白い。あ、ちょっと待って。これだな。背を向けられる仕事は良い仕事だ。買い手はまだいるか。取引は無効だが問題ない。あの品物に関しては別の販路を見つける。おお。ファレンダーはいつだってやり遂げる。すまんな。よし、じゃあ行きましょうか。彼女が正しい。我々は骨子の正体と目的を知らない。まさにその通り。彼のことはほとんど何も知らない。ではもっと知るべきだ。みんな同感だろ。骨子の話、話の仲間に入れてくれないのかな。さて、ちょっとこっちも受けとこうかね。ジョブボード、領地で働いている芸人の一部が支払いをしなくて良いと考えており、我々の許可なく働けないということを分からせる必要がある。仕事の道具を買い戻すことになれば面白いだろう。なるほど。おしゃべりな者たちの居場所をいくつかメモしたが、誰からかすめ取っても営業の打撃となるはずだ。盗品は自ら、販売し、売り返してもよい。ギルドマスターが気にしているのは、芸人たちが悪口を批判家に任せるのを学ぶことだけだ。なるほど。そしてなんかクエスト来てるね。ベルサからのメモ、これまず受けますか。じゃあエリア、できるだけ早く私の庭に来て、話があるの。ベルサを訪ねて要件を聞こう。ベルサいたけどな。あ、いるよ。まあ、ゼイラはギルドマスターとしてそれなりの資質があると思う、うん、だけど私がそんなことを言ったなんて彼女に言わないでね。これ前回も言ってたね。ここで話すことじゃないんだよということかな。
かじゃあ。ちょっと前回よりは暗いところをちょっと明るくしてるんで見やすいかなとは思うんですけど、あんまりコンストラクトじゃねえや、なんだコントラストか、うん、あんまりないとね、うん、ちょっとなんか味気ないというか、暗いところが暗くあってほしいんですよ私は。そういえばあれだね、サブクエとか、サブクエというか、街のクエストみたいなね、全然、盗賊ギルドと関係ない、ヒューズ・ベインのクエスト、うん、みたいのもあったら受けていきたいなぁ。これ、この辺りそうだよね。この辺り受けていこうか。ベルサと彼女の庭で話す。だね、ちょうど、近いところに、ま、港かなこれ。一回港行くかじゃあ。夜で雨降ってるってなかなかないね。こっちの港じゃないな。向こうの、もう一個向こうの港だ。同じか。はい。会いたかった。バクーム。歩きて。バクームと話すのか。話すよ。ああ、アルコ氏を称えよ。この者は重い荷を背負った。落ち着け。助けがいるのか。とても心配だ。バクームの義理の妹の叔父のいとこが奇妙な手紙を書いてくる。だいぶ遠いな。実に奇妙だ。モーブ・ローカジュがどうとか、彼は文句なんだ。七つ謎の聖堂のバクームは最悪の事態を恐れている。助けてくれるな。その聖堂はどこにあるんだ。山の上、ドクリンの南。そこの川は浅いが、この者はもっと浅瀬を密輸したこともある。じゃなくて輸送だ。用心棒を連れていけばバクームは安心だ。エルフの友達がいるんだろう。損はさせない。分かった、手を貸そう。輝く月にかけて。お前が準備でき次第、バクームは出航する準備ができている。モーブローカ城を発見する。これレイドダンジョンだね。レイドダンジョンに行けみたいな話なのこれ。誰をもう一度見つけようとしてるって。バクームは義理の姉妹の叔父のいとこを探してるんだ。仲良しなんだ。どうして嫌な顔をするんだ。遠いな。随分遠い血のつながり見えるけど。そうか。うん、うん、バクームには何とも言いようがない。バクームは家族を重んじる。でも面白いところを指摘したな。サチュラリア・バーンダルのプレゼント交換にはとてもとても長い時間がかかるよ。よくわからないけどなんかあんだな。この手紙について教えて。いいよ、もちろんいいよ。タカンラドはいつも砂糖みたいに甘い性格の持ち主なんだ。いつもバクームの妻や子供のこと、バクームの船の輸送のことを聞いてくる。その他にもいろいろ。でも最近彼からの手紙が嫌なものになった。嫌なもの？とても嫌だ。誰も彼に感謝しないという。仲間の文句が盗みを働いてるとか、自分を探ってるとか、それから自分がねじれて感じるって言うんだ。タカンラドはそれを忍び寄る病って呼んでる。頭蓋骨の中をこするんだって。ゾッとするだろ。ゾッとするけども、なんだろうなそれ。行くんだ。え、試練モーブローカジュ。
ちょっとい、じゃあ様子だけ見に行くか。まあ、解放するクエストみたいなことだろうね。もう行けるようになるよと、これで。モーブローカジュってあれなんだ。盗賊ギルドの時に解放されたレイドなんだね。場所的にはどこにある？あ、リーパーズマーチなんだ。なるほどね。発見すればこのクエストは終わりってことだ。発見したよ。アダラハイいるね。彼女とだからモーブローカジュを、まあ、冒険することだ。バクームいた。あ、いた。タカランド、タカンラドか。助けてくれ、頼む。歩きてよ。バクームはこれを予期していなかった。これは単純な病気ではない。ドロマスラの仕業だ。行け。この者はすでにローカジュの歌が聞こえている。お前は聞こえるか？打ちつける音が。この者はお前をここに連れてきてすまなく思っている。今のうちに逃げて。友達だろ。から大丈夫か？バカ？バクームはそう思わない。他の者のように叩いたり怒鳴ったりしないが、うん、彼は海で遭難したような目だ。この者は彼を家族のもとへ返す。時間をかけて美味しい食べ物を食べれば治るかもしれない。これを受け取れ。バーンダルの導きがありますように。みんなこんな感じになってんのか。あ、もう泥マスラ化してるやついるじゃない。どんどん泥もマスラになっちゃうんだよね、これ。こんにちは。こんにちは。喋れる人いない？ほら、泥マスラっぽくなってるもん、もう。こうなってくんだ。普通のカジートなのね、最初ね。まあ一人で行けるもんじゃないから帰りましょうか。いい景色だね、ここね。クリパーズマーチ出ちゃうんじゃないの。あ、ヒューズベイに戻してくれんだ、ありがてえな。なるほどね。バクーム帰ってきたよ。バクームと話すのか。あれ、記憶喪失だな。これもまたドロマスラーの仕業か。対岸なれば。当たっちゃうか、ここから。泳いで。あれ、泳いでる人いるよ、グリムさん。なんでここで泳いでんだろう。この人はダークエルフだね。闇の一党やってたんだな、きっと、うん、ちょうどだから私と同じだろうね。闇の一党やって終わって盗賊ギルドみたいな感じだろうね。なんであそこ。あ、わかったよ、あれ。今多分ねヒートがかかってんだと思う、うん、かなりの額の。で、あそこに、ね、泳がせとけば、ね、衛兵から見つかることないから、うん。で、あそこに置いて放置しとけば、そのうち、あれなんですよ。ヒートがゼロになってね、うん。まあ、賞金がなくなるから、やってるんだ、きっと。考えたね。なるほどね。水の中にいれば安心だ、確かに。追っ手がかからないからね。あ、どこだ？この辺りだよ。え、この辺りだよ。サメの歯。
あ、受けてるんだな、これ。受けてるんだ、ここのクエストは。これ、モッドで、モッドじゃねえや、アドオンで、うん、追加してる部分、ここにクエストありますよ、みたいなのをね、うん。これクリアしないとこれ消えないと思うから、多分まだ出っ放しになってる。ここで取引はどう？ちょっと待ってね。これ盗賊ギルドの中のクエストなんだね。他にでもクエスト、あ、ここにでもあるな。他にクエストがある感じではないね。ワールドボス。この辺りもいずれやりに行きたいですね。よし、じゃあ行きますか。ベルサの屋敷の庭に行く。だから隠居生活にうってつけの場所なんだな。時間がかかったのね。でもここへ来た。メモを受け取った。話がしたいそうだな。ああ、あなたの助けが必要なの。うん。私が市場にいるとき、誰かが手紙を滑り込ませた。もしかしたら何の意味もないのかもしれないけど、反対に罠かもしれない。受け取った手紙についてもっとよく教えて。二つに折られた紙で署名のないものよ。数行のみ書かれていて、私の幸運を願うという内容だった。だが手紙を開いたときに、うん、古いスターゲイザーピオニーの押し花が落ちてきた。それですごく動揺したのよ。どういうこと？スターゲイザーピオニーとは何だ？花の一種よ。これと同じものが、うん、私の家の庭いっぱいに咲いていたの。でも家族を残して出てきたのはかなりの昔よ。家族がいるの？もしこれが彼らからのメッセージなら、随分経った今なぜ連絡をしてきたのか知りたいの。誰が何のために手紙を送ったのか調べてほしいってことか。あなたは一貫して無能ではないと証明してきたわね。そうなの？手紙の差出人が私の家族かどうか調べて。ちょいちょい盗み失敗して。私は彼らと良い別れ方をしなかったの、うん、だからこれは私に対する罠かもしれない。でも彼らはあなたが来るとは予想しないでしょう。罠であったとしても彼らの不意をつける。なるほどね。ただ私がその罠にかかるかもしれないってことを考えているのかな、ベルサは。うん、これが一体何なのか自分では分かってるはずだけど。数十年前、うん、私はドーレス家のベルサ・アレンディスだったの。ああ、そういうことなんだ。奴隷売買の恩恵の上に成り立った家よ。そういうことだったのね。私が逃げ出した時、多くの奴隷たちを解放したの。うん。家の金を彼らに与えてね。なるほど、いい人なんだ。あの時母親の表情を見なかったことだけが悔やまれるわ。でも他に悔いはない、うん、手紙を滑り込ませたのは相手は手紙を滑り込ませた相手を見なかったのか。見たわ。でもあの時は気づかなかったの。商人と値段交渉をしている時に、うん、ハンラのノルドがぶつかってきた。その時彼が手紙を滑り込ませたの。ハンラのノルド。私が彼に気を回す前に、うん、彼は町の門の外にある商人キャンプへ向かって逃げていってしまった。なるほどね。分かった。何か情報が得られないか周囲に聞いて回るよ。で、手紙を読もう。クエストアイテムかな。あ、ここにあるみたいなこと。あれ、これだ。これね。あなたを見つけるまで長い時間がかかった。誰かがあなたのことを思っていると知っておいて、あなたの幸せを願って。暗号じゃなかったら本当に普通にいい手紙だね。何かあんのかな。でも何かあったら、お、明らかにレッドガードの盗賊感出してるね。いいキャラクターだ。アトマイヤさん。レベル15。
同じ動作してあげよう。うわーっと、ちょっと頭屋さん、膝に矢を受けてしまった。それをメモする頭屋さん。なんだこれ。とりあえず反乱のノルド。あ、なんか、はい、やってくれてたんだね。ごめんごめん、それをあれだ。あ、これを出すために今あれだ、あのメニュー開いてくれたから今メモ取るみたいな感じになったんだ。なるほど。踊ろう。頭屋さん踊ろう。踊ってくれるかな。あ、踊ってくれた。デッドガードの踊り。ありがとうありがとう。頭屋さんありがとう。じゃあリュートを弾こうか。踊りに合わせて。頭屋さんのレッドガードの踊り。あ、一緒に演奏してくれた。ありがとうね。いい人だ。レベル今15ですね。もう今楽しい盛りの時期ですよ、きっと。ありがとうまたみたいなのはないかな。感情表現。うん、ありがとう。反乱のノルドをまず見つけましょうか。反乱のノルドはどこにいるの？反乱のノルドは旅の方から飛んじゃうから。あ、なんかすごい良さげなノルドのお姉さんですね。後ろの方は、後ろの方はオークのお姉さんですね。すごいな。あれだね、なんだっけ、あの場所なんだっけな、名前忘れちゃった。ここクラウドレストだ。そう、クラウドレストのね、ガーディアンみたいな人たちの、うん、あれですね、モチーフですね。あれドブ城。すげえな、ドブ城。おじは町へ出かけたが、もし何か必要なら彼は間もなく戻ってくるはずだ。うん、未だ商売は学習中で何をすることも許されていない。なるほど。おじは私に計算能力がないというが、顔さえ良ければ他に何が問題なんだって思うね。ああ、なるほど。ノルドの中ではイケメンですね、確かにね。ダークエルフに、ダークエルの荷物に手紙を滑り込ませただろう、お前。いや、それは自分じゃないよ。お前は何かを見たのか？アバーズランニングを走り回っている半裸のノルドならいくらだっているさ。ああ、イラつかないでくれよ。白状するよ。あれは自分さ。すぐ白状したの。だがそれだけしか言えないよ。お客の秘密なんだよ。わかるだろう。誰かにとって重大なことだ。教えるんだ。そうしなきゃお前の頭がその体から離れることになるぞ。約束を守ることも重大なんだよ。蜂蜜種もだな。蜂蜜種も重大なんだ。蜂蜜種の話はしていない。お前のおじはお前の副業について何と言うだろうな。もしかしたら言及になるかもしれないぞ。おじに言いつけるのか。ああ、必要があればな。意地が悪いな。ああ、いいさ。エバーモアにある宿屋で飲んでいるときにカジートの女性に出会ったんだ。カジートの女性。彼女はここにいるダークエルフの夫人に手紙を届けるようにって代金と共に手紙を渡してきた。カジートの名前は聞かなかったよ。悪いな。それがいいな。あまり相手のことを知らない方がいいんだ。いざって時に嘘をつかなくてさ。エバーモア、バンコライですね。こんなところに？まあでも、そう遠くないのか。うん。まあだからあれだろうね、
やでもバンコライだもんな。ベルさんの話は多分あのデシャーンとかあの辺りの話だろうから、遠いとこまで来てるね。ドーレス家だからね、モロウィンドですよ。ドーレス家っていうのはあれだね、あのモロウィンドの名家の中でも悪行に手を染めてる一家。ニョミー隊長ニョミー隊長と話せる。こんにちは。もしノースグレーンへ旅しようと思っているなら気をつけて。あ、でも美人な目してるな。まだマスクかぶってるから分からんけど。どこだそれで。ここだね。いまだにこの「エヴァモア」の街のこう入り組み方がちょっと馴染めない。まさにアンティーブ軍曹が探している人材だ。違うよ。めっちゃ人いるなここ。なんだろう、あの紫のやつ。なんかあれだな、感情表現を自分でこう書いて出せるみたいなやつだよね。うん、私こんな感情ですみたいなのをこうあえてね出してこうロールプレイしている。なんかやってるねここね。今日こんだけ人がいるし、なんて書いたんだろうな。I think it. 私もそう思ってたみたいなことかな。なんだろう。Watching the two Dhamma leave. あ、消えちゃった。まあいいや。なんか多分プレイヤーさんのイベントだろうね、やってんのは。パラダン、以前にお前を見た覚えはない。私もないよ。あまりにも多くの新しい人々が通り過ぎていく、めまいがする。女性のカジートを探しているんだが心当たりがないか。全く予想していなかった質問だ。興味をそそられたよ。なぜそんな素性もわからないカジートを探してるんだ。何か問題があるのか。彼女は友人に手紙を送ったんだ。その友人が彼女と再度連絡を取りたいようだ。おお、そうか。そういうことなら、年配のカジートがここで働いている。そうなの。彼女は料理人なんだ。うん。町で一番のパイを焼くのさ。本当にすごく美味しいんだ。おお。だが彼女は今体調を崩しているんだ。彼女の休息の邪魔はさせられないよ。彼女はどれぐらいここで働いてるんだ。それは彼女に直接聞かなきゃいけない事柄さ。うん。雇われた者に関しては自分が口を挟めることじゃない。思うに彼女は若い頃かなり旅をしたのだとは思うがな。なるほどね。一致するところだな。彼女の名前だけでも教えてもらえないか。おそらくこれは何の問題にもならないだろうからな。ナラーニは優しく温和な年配の女性さ。そしてとてつもなく美味しいパイの名人だ。ここらの人間は彼女のことがとても好きなんだ。あ、そして彼女を守りたいと強く願って。すごい大事にされてるじゃない。分かった、ありがとう。情報に感謝する。ナラーニーさんと話せばいいんだな。なんかやってるな、やっぱり。あの二人並んで。すげえかっこいいな、こっちの左側の。左側のダンマーの人、すげえおっぱい大きいし。面白い格好してるな。これ私ここにいるとあのなんかロールプレイに巻き込まれちゃうから、こう私英語を喋れないんですって言って帰ることになるから。あれ上か。
どこにいる？はい。誰？ナラーニさん。あら、また眠りに落ちた方がいいみたい。あなたの顔、このものは覚えがない。パイの一切れが欲しいの？あなたに会いに来たんですよ。ベルサーレンディスに手紙を出しました。ベルサは？あなたと一緒に来なかったの？そもそも手紙とボタンを送るなんて、この者はなんて愚かだったんだろうか。時が彼女の記憶を穏やかなものに変えてくれることを願っていたのよ。最後の時が来る前に、もう一度古き友人に会いたいのではないかと思ったの。そういうことだったのか。どう答えるべきかな。まあ別にこれはあれだね、どっちかを選択でしかできないみたいなことじゃないから。なぜ手紙を送ったの？直接会いに行けばよかったのに。この者はもうベルサに恋をした頃のように若く勇敢ではないのよ。彼女がアバーズランディングにいると発見することさえ長い時間がかかったの。今や私は年を取り、知性も以前のようではない。ベルサは私のことを認識すらできないでしょう。言って彼女に話すべきだと思う。本当にそう思う？うん、もしかしたらそれが最良かもしれない。ベルサの美しい顔を見ずにもう十分な時間が経った。もし彼女が未だに怒っていたとしても、少なくとも自分が彼女を裏切っていないと伝えられる。彼女はここに来なかった。自分が彼女の元へ行かないとね。彼女は手紙が罠ではないかと恐れここに来なかったんだよ。ああ、愚かなナラーニ。この者はそう考えるべきだった。彼女の恐ろしい家族が身を潜めていた彼女をおびき出そうとしているのだと怯えたのね。あの手紙に署名をしておくべきだった。でも、分かってほしい。私たちが離れ離れになって、ベルサはとても深く傷ついたのよ。何があったのか教えてくれ。ベルサは家業を心から嫌っていたの。その頃カジートは奴隷で一家のキッチンで働いていた。私たちは恋に落ちたのよ。私たちは奴隷全員を解放する計画を立てた。でも彼女は私に裏切られたと思ったみたい。そして説明することもさせずに姿を消してしまったのよ。うん、それならばアバーズランディングに行こう。ナラーニ、大丈夫か？ゆっくり寝かせるよう言っておいたのに。落ち着いて。旅に出て古傷を癒す時が来たと思うの。手紙が実を結んだのか。うまくいくといいが、お前がいなくなるのは寂しいな。アバーズランディングへのポータルを開けてくれるかしら。年取ると長旅は厳しくてね。喜んで。だが長くは開けられない。ここでマジカを使わないように言われてるんだ。あなたに手紙を書くわ。今度こそ手紙にサインもするから。もちろん。じゃあ集中する時間をくれ。さあ、アバーズランディングへのポータルへ行きましょう。ポータルの旅が嫌なら好きな道を行って、そこでまた会いましょう。嫌いじゃないよ。だいぶ愛されてるんだな、ナラーニア周りの人間から。会えて嬉しいわ。ポータルは時々扱いにくくなる。カジートとダークエルフにとって時間は全く違うように流れる。なるほどね。私はもう年寄りだけど、ベルサは、まあいいわ。この者は友人に再会できて嬉しい。うん、まあエルフってのは基本的には長命みたいだからね。うん、カジートはどうなんだろう。短命なのかもしれないね、もしかしたら。猫だからね、もともとは。もともとはっていうか。猫の要素がね、やっぱりあるだろうから。そんなに人間ほど、ね、寿命が長いかというと、そんなことはないと思うんだけど。ベルサは隔離された場所にいるんだ。彼女に会う準備ができたら教えてくれ。本当？この者は緊張するわ。でも、準備はできている。案内して、ついていくわ。秘密の通路を通って案内しよう。
秘密の通路。そう、ベルサはいつも秘密の通路が大好きだったわ。さあ行きましょう。ナラーにでも大丈夫かな。雲いっぱいいるんだけど倒していくか。あ、でもいない。あ、やってくれたのね。ありがとう。この下はいるだろうな。いない。やってくれている。ありがたいね。ナラーニが楽でいる。ああ、闇と誇りね。若い頃に通った秘密の通路みたい。先に行って、この者には時間が必要なの。分かった。先に説明しとく、ベルサイ。送り主は分かった？心配してたわけでもないけど。ある人は名前を書く勇気がなかったけど、今は考えを変えたみたい。ナラーニ、本当にあなたなの？あなたを見ただけで古傷が開くわ。分かってる。あなたが何を見て感じたのか。この者にあなたを傷つけるつもりはないの。兄の腕の中にいるあなたを見たの。彼は家族で最低のやつよ。どうしてそんなことを。彼は最悪の時に来た。私が時間を稼がなければ計画が台無しになっていたのよ。あなた裏切ったんじゃなかったの？私のためにやったの？あなたを逃がすには他の方法がなかったの。説明する機会もあげないままこんなに経ってしまった。なんてことしたんでしょう。でも償うわ。あなたを守り続ける。これが幸せという気持ち。ええ、そうなんでしょうね。ナラーニと再会できて嬉しそうだな。ハンラのノルドを探してほしいと頼んだ結果がこうなるとは思いもしない。私も思わなかったよ。最後にナラーニを見たときはひどく不愉快な記憶があった、うん、その傷には毒が塗られていたのよ。完璧には癒されないでしょう。それでそんなひねくれた性格になっちまったのかな。そもそもはね、奴隷を解放しようみたいなね、あのいい心を持ったドレス家の人間だからね、ちょっとなんか卑屈な感じになっちゃったのはそういうことがあったからかもしれないね。きっとそう簡単には仲良くなれなかっただろう。よくわかる。あなたは真に愛する唯一のものと再会させてくれた。だから聞かなかったことにしてあげましょう。すべてが終わる前に共にひとときを過ごすことができることを願うわ。二人は互いに伝え合うことがたくさんあるだろうな。多くの年月を無駄にしたくさんの機会を失った。それをナラーニはマントのようにまとっている。優雅に上品にね。感謝しているわ。ここに来るよう彼女を説得してくれて。みんなよかった。なんかこんな心温まるクエストになると思ってなかったよ。ベルサのクエストだからな。ナラーニ、旅で疲れているでしょ。後でゆっくり話しましょう。お互いに話したいことがたくさんあるものね。よかったね。Thank you.